これはですね、神々をですね、判断するときにとても重要なポイントかと思われます。これはアッシリアに残るレリーフですけども、この足に注意してください。この黄色い部分が、神の本当の足ということになります。橙色のところがですね、これが歩行補助装置。その証拠にですね、足と歩行補助装置の間に隙間ができて、その向こうに、衣服の一部が見えます。こういう形でですね、神々のなんて言いますか、現実的な存在を証明できるわけです。で、これと同じようになってますか、何体かあります。私はギルガメッシュのね、ギルガメッシュを除いて、あと他に3体見つけました。で、左もそうですね、やはり向こうに、衣の一部が透けていますか、見えますね、隙間から。で、一番右も、間は空いてますけども、衣かどうかはっきりしませんでしたので、色は塗りませんでした。皆さんの YouTube からご覧ください。で、足があって、そして歩行補助装置があって、その間に隙間がありますね。このように、これ一応3体検証してみたんですけども、神々は細い足をしていた。そして、自分の足では歩くことはできなかった。言い換えますと、こうした歩行補助装置をつけている神は、人間ではなかった。すなわち、宇宙からやってきたエイリアンということになります。で、このニムルータもですね、足を見ますと、やはり歩行補助装置をつけているのがわかります。すなわち、神であると同時に、エイリアンだったということになるわけです。少なくとも人間ではなかったということです。